こんにちは、ガンバ佐川です。勝手にガンバ会議ボイスバージョン始めます。この番組はサッカーショップフットボールビートのサポートでお送りします。結果は残念でした。約1ヶ月ぶりのパナスタは楽しかったです。ご存知の通り、昨晩のヴィッセル神戸戦は1対2の敗戦でした。それでは簡単に振り返ります。中3日の試合、 ACL 同様にある程度ターンオーバーをして挑んだ一戦。前線でカットしたボールを左サイドへつなぎ、ウェリントンシルバから最後はまたまたパトリック選手の公式戦4試合連続ゴールで見事に先制。しかしここで踏ん張りきれなかったのが今日のガンバ。27、31分と立て続けに失点し、あっさり逆転される。そして前半終了、失点シーンだけ見ると守備の強度、マークの甘さが出てしまったように感じました。それと一味選手が窮屈そうにプレーしている気もしました。後半もそのままのメンバーでスタート。果敢に攻め立てて攻撃的な選手を投入しシステムを変更するが、パトリック宇佐美選手の決定的なシュートはあったもののゴールを奪うことができず試合終了。シュート数は上回っていただけに決定力の差が出た試合だと思います。他は攻撃時の連動した動きが少ないように感じました。連戦の疲れなのか選手の意識の問題なのかは不明です。負けはしましたがすぐに試合はやってきます。土曜日ホームで勝ちません。勝って降格圏を脱出しましょう。各コメントです。松並正信監督、予想通りの相手のフォーメーションの中でミスマッチのところをどうやって攻撃するか守備をするかというところで、前半非常に入りが良く先制点を取るまでは非常に良かったと思います。ただ同じようなセットプレーとクロスからというのは警戒していたところでやられてしまいました。最後キャストを変えて少し立ち位置を変えたというところで押し切れる場面もありましたけれども、そこで取れなかったというところは残念ですけれど、非常に神戸さんがタフな相手でいいチームという中で戦えたと思います。ただ勝ちきれなかったというところは次の試合に向けていい準備ができたらなと思います。パトリック選手、 ACL で自信になった、顔を下げていてはダメ、最近は前線での得点機が増えており僕がもっと決めないといけないとコメント。スタジアムの雰囲気ですが、人数が少ないにもかかわらずいい雰囲気だったと思います。パトリック選手と相手の菊池選手が交錯した時は少し荒れました。試合終了後の選手にも拍手が多く、最後に来た元所属の初瀬選手にも拍手をしていました。続きまして、木曜日はこのコーナーホームタウン紹介です。第2回の今日は茨城市を紹介します。2004年よりホームタウンとなった茨城市、前のスタジアムだった頃は茨城からバスで来ていた方も多いのではないでしょうか。茨城市では8月2日、小学生を対象に茨城子ども芸術文化講座在宅ワクワクワークショップ工作リモートを開催します。申し込み締め切りは29日です。小学生のお子様がいる方は申し込んではどうでしょうか。詳細は市ホームページをご確認ください。最後にお知らせです。番組サポーターのサッカーショップフットボールビータでは、海外ユニフォームを中心にジュニアサイズなど各種サッカーアパレルを取り揃えています。今日紹介するのはイタリアユベントスのポロシャツです。ネイビーのシンプルでかっこいいポロシャツ、これからの季節にいかがでしょうか。海外サイズで大きめのサイズにも対応しています。概要欄にショップのリンクを貼っておくので、ぜひ一度覗いてみてください。それでは今日はこのあたりで。連日お伝えしている秘密のガンバ会議ではまだまだメンバー募集中です。詳細は概要欄に貼っているのでぜひ見てください。ではまたお会いしましょう。さようなら。